皆さんこんにちは、コジローです。本日5月1日に私コジローから、3つお話ししたいことがあります。これはご報告動画ということになりますね。でその一つ目が、私コジロー、この5月毎日投稿頑張ります。なぜ急に毎日投稿なのかというと、6月1日に私31歳になってしまいます。30歳最後の月に毎日投稿して、皆さんにちょっとでも笑ってもらえるような動画だったり、ミナーズの活動を応援してもらえるような動画を上げたいなと思っております。やっぱ過去を考えると、ちょっといきなり毎日投稿やってみたり、週に1本しか動画が上がらなかったりと、なかなか安定しなかったチャンネルなので、今回はこうやって皆さんにお約束をして楽しみにしていただけたらなと思い、毎日投稿しようと、僕と大和くんっていう相方がいるんですけれども、やっていきたいと思います。はい、そして二つ目なんですけれど、一つ目の目標にちょっと関係してくるんですけど、チャンネル登録者を年内に10万人行きたいという目標をここで宣言します。年末に銀の盾を持ってます。そのためにも今回ね、この毎日投稿をしてチャンネルに勢いをつけようということでございます。 e フットボールチャンネルが年内100万人という大きな目標を掲げてますので、僕のチャンネルが今 1.8 万人ぐらい、ここから年内10万人という目標を立てますので、ぜひ今、チャンネルをご覧になられている方々の協力も必要です。周りの人に面白いよって教えてくれたら嬉しいです。まだチャンネル登録してねえよ、お前のこと知ってるけどまだお前のチャンネルは登録してねえよっていう方が登録してくれたら嬉しいですし、すぐ10万人行くはずです。知ってるっすよ、ウィナーズファンの方だけど、コジローはまだチャンネル登録するレベルに達してねえと。見ててください。僕はウィナーズでしっかり活躍して、みんなみたいに面白いことも言えるようになるっす。キャラサイコパスが本物のサイコパスになるっす。これかな?キャラ、てかサイコパスってとこが伸びねえ理由なのかな?いや、違うな。投稿頻度だな。これは毎日投稿することによってちょっと変わってくると思ってます。10万人目指します。まあそうですね、ウィーナーズ始まった時はまだ僕は個人チャンネルがなくて、ウィーナーズのメンバーサッカーを頑張るっていう部分だけではなくなってきたので、一 YouTuber として僕もやっぱ他のメンバーに負けないようにやっていきたいっていう思いがあります。まあ、歩くんだったり、最近始めた秋のりくんだったり、ザスだったり、マッスだったり、違う、もっと腹をね、割って話さないと、具体的な話をしないと、頑張らないと、そのままで、まあ、僕とはザスで始めたウィナーズであるけれど、今はやっぱりリゼムだったり、ウンパだったりマキ君だったり、やっぱ悔しいですよね。街で声かけられるのも、まあ、リゼムのメンバーだったり、ウンパだったりっていうのはあって、やっぱ悔しいです。やっぱりリゼムのケイゴ君がサッカーうまいんですかとか、マキヒカ君って面白いんですかとか、僕を通してウィナーズのことを聞いてくる。それをやっぱ覆したい。ケイゴにコウジロウって本当にサイコパスなんですかって聞くやつが現れるようにやっていきたいと思ってます。まあ、もっとみんなに応援してもらえるように、みんなに負けないように登録者を伸ばしたい。そこかな。もともと僕とアザッスはインフルエンサーとして集めさせてもらったけど、逆に僕とアザッスがサッカー系 YouTuber として呼ばれるかっていうとそうではないと思うので、まずはみんなと同じ土俵に立てるように真面目に YouTube に向き合っていこうと思います。はい、はい、ということで、3つ目なんですけれども、3つ目はね、これはまあ宣戦布告と言いますか、ウィナーズを倒すために旧ウィナーズのカズとルチョが動き出してリベンジャーズというチームを立ち上げました。元ウィナーズの元ウィナーズのカズです。あっ、いやー、せーの、ウィナーズ。実は、うん、お
ら二人から今日は那須さんにお願いがありまして、勝てるチームを作りたいと思ってました。試合をさせていただきたいなというふうに。リベンジャーズです。リベンジャーズ、リベンジャーズ。あー、反逆、反逆じゃん。そのチームでウィナーズを倒すとか言ってるんですよね。でまあ結構な面々が集まってるんですけど、その試合で僕は必ずスタメンで出てリベンジャーズをまず完封します。0点で抑えます。そして点取ります。絶対に点取って勝つ。この3つを約束します。無失点、点を取る、そしてリベンジャーズを倒す。これで、僕はしっかり活躍してウィナーズの勝ちに貢献して見てる方々に、康二郎なかなかやるじゃん、有言実行じゃん的なことかな。いや違う、集中しろ集中しろ。この3つの宣言を守ってみんなを登録させます。登録してください。このリベンジャーズ戦、この3つの約束ごとを僕が守ったら、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。いいコメントをいっぱい書いてください。またね、僕に対しての意見だったりアドバイスだったり、おなんだお前その変なチョコなプレイしてっていうのもあったら全然送ってください。とにかく僕は今からリベンジャーズ戦に向けて全力で取り組みたいと思います。はい。はい、ということで、3つの、報告ありがとうございました。これから毎日投稿と、チャンネル登録10万人に向けて活動する、そしてリベンジャーズ戦でしっかり活躍してみんなを見返すということで、これからもよろしくお願いします。e フットボールチャンネルのチャンネル登録も100万人目指してますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それではまた次の動画、5月2日に上がるってことですからね、また明日もお楽しみに。バイバーイ。ウィーンウィーンウィーン。あ、カズルちゃん、なめんじゃねえぞ、カズルちゃん。うーたー。